メサジェ、ベロニックは、アンドレ・メサジェによる、全三幕のオペレッタで1898年12月10日に、パリのブフ・パリジャンザーにて所演された。ベロニック、ベロニックなどと表記されることもある。フランス語のリブレットは、ジョルジュ・デュバルとアルベール・バンローによって書かれている。ベロニックを総称した、マリエット・シュリー・ジョゼブ・デュイールは、メサジェの代表的三部作は、ミシュケの娘たち、ベロニック、 皇后の隆起兵であると評している。1898年12月の初演以来、ベロニックは、名声と成功を得て、なんと200夜連続で上演された。ミッシェル・パルティも、本作の初演について、すぐさま人気を獲得した、スイングデュオや、ロバのデュエットのような曲に保証された、見事で長く続くものだったと語っている。長竹義行は、メサジェの代表作。 彼の優雅で甘い音楽は、どちらかというと、宝塚的で、アガットが、自分の恋人フロレスタンをエレーヌに譲るところは、若干リヒャルト・シュトラウスのバラの騎士的だが、あのようなお色気はなく、庶民的と評している。アメリカ初演は1900年1月21日、ニューオリンズのフレンチオペラハウスにて行われた。出演は、ロシル、ダムプラン、デューピュイ、フラセットラで、 式はフィナンスであった。イギリス初演は1903年5月5日に、ロンドンのコロネット劇場にて行われた。また、初演後、ウィーン、ブタペスト、ベルリンなどでも上演された。アメリカ初演に際して、ニューヨークタイムズの批評では、メサジェの卓越した、還元楽法、優しく流れるメロディ、これはしばしばワルツのリズムに支えられている。また、 ダンスの性格を帯びた音楽の熟達した、処方、活気のある音楽、チャーミングな、美しさなどが賞賛された。昭和音楽大学オペラ情報センターによれば、日本初演は2003年10月8日に、コンセールーによって、北トピア、筒子ホールにおいて、田中孝夫の演出、大島義明の式で上演された。しかし、海外の団体だが、 イギリスのバンドマンキカ劇団が1906年6月4日に神戸体育館にて上演したという記録も残っている。ジョルジュ・デュバル・アルベール・バンロー・リブレットを手掛けたバンローとデュバルのコンビは、ミシキの娘たちでも共同作業を行っているが、本作にも魅力あふれる台本を提供している。ブルイールは、束の間の心の動き、儚い欲望、言葉に現れない告白。 触れ合わない切吻、こうしたことは目立たない転調を伴って、涙を誘うというところまではいかなくても、相席の情をそそるものであった。ベロニックは二十歳である。音楽も彼女のように二十歳である。その時までのオペレッタは恋の戯れに戯れていたのであったが、ベロニックと共に真面目に愛するようになったのであると解説している。ルシューズによれば、登場人物も単純明快で、 それぞれに現実味があり、普遍的な感情を表現しているので、すぐに誰とわかるようになっており、この作品によってオペレッタは、決して下品ではなく、センチメンタルで優しく、陽気な性格を帯びるようになったということである。序曲、約4分、第1幕、約40分、第2幕、約25分、第3幕。 約30分1920年のゲテリリック座での再演に出演したエドメイファバール花売り、娘たちが忙しそうに店の飾り付けをしたり、客に応対したりしながら美しく新鮮な花をたたいて合唱している。主人のコックナールに続いて現れた女主人のアガットが、ありア、花やって素敵だわ歌う。夫妻は共に落ち着かない様子である。 夫は兄弟に昇進できるかどうか決まるので、吉報を待ちつつそわそわしている。妻は愛人のフロレスタン主尺が今晩結婚してしまうので、苛立っている。その上、女性店員2名の募集の広告には誰も応募してこない。女性店員たちが昼食で出ていくと、そこにエレーヌが祖母のエルムランスと一緒に今夜の結婚式のために花を買いに来る。そして、クプレ、ああ。 素敵な散歩だわを歌う。彼女は8日前に王妃からフロレスタン主尺との結婚話を持ち込まれ、今夜チュイルリー宮殿のパーティーで正式に紹介され、結婚契約書に署名することになっている。しかし彼の方からは何のアプローチもないので不安な気持ちでいっぱいなのだ。王様の命令で結婚するなんてロマンティックではないので、 結婚する前の彼の本当の愛情を確かめたいと、彼女は切に願う。そこへ、女性店員たちが戻ってきて二人に応対している。間に、エレーヌの重木セラファンは、今夜僕も結婚するのだと娘たちに言い、娘たちは、ボンジュールセラファンさんと冷やかす。エレーヌが買い物を終えて帰ろうとすると、そこに婚約者のフロレスタンが姿を現す。 彼女は物陰に隠れ様子を疑うことにする。現れたフロレスタンは愛想よく、アリア、本当の神様、私の良い友達を歌い、コックのある夫妻に、実は、今夜王様の命令で結婚せざるを得なくなったのだと、打ち明ける。それも彼が二万フランの不渡り小切手を出したので、牢屋か結婚かと迫られた上、お目付け役として、 ルストーという名前の男まで付けられているのだという。ルストーは、クプレ、私もかつては男爵だったが宝刀で身を持ち崩し、今は、お目付け役に落ちぶれたのだと歌う。フロレスタンは、店の花をすべて買い上げ、コックのある夫妻と、花売り娘全員を、ロマンビルの森にあるレストラン、ルトゥルヌブリードに招待する。皆は喜び、着替えて、外に出ていく。 誰もいなくなるとアガットは彼にすがる。そして、ヨエショーでは、もう終わりなの、となる。彼はどうせいい名付けは、田舎者で小さなアヒルだと彼女を慰める。それを陰で聞いていたエレーヌは怒り、二人が立ち去ると、小さなアヒルですってなんて、失礼なと歌う。彼女は、実力で、アガットから彼を奪う決意をし、重木に、庶民の娘の衣装を用意するようにと言い、 祖母にも協力してねと言って、共に立ち去る。この衛兵の一体がやってきて、コックナール二体に昇進したことを伝え、皆も集まって、お祝いの合唱となる。そこにエレーヌとおばが現れ、おのおのベロニックとエステルと名乗り、求人広告を見てきたという。二人の美人を見て、コックナールはすぐに採用すると決め、二人も一緒にパーティーに参加することになる。 1968年のトゥールーズでの上演時のセット森の野外レストランではセラファンとドゥニーズの結婚披露宴が竹縄で皆は座教に興じている一方でフロレスタンの独身最後の昼食会にアガットはルストーとウリコたちと共に現れトゥルヌグリードのロンドを歌いここは恋人たちの天国だというところがアガットの愛人のフロレスタンと、ベロニックが 森の中をロバに乗って散歩としゃれ込んでいるのを見ると嫉妬する。するとルストーがすかさず彼女を口説く。フロレスタント、ベロニックは楽しげにドンキーデュエット、ハイドハイドと歌い出す。そして、とコックナールもロバの散歩に行ったのだったが彼女を落馬してしまい散々な目に遭ってしまう。 食事の支度が整ったという知らせが皆に届くと、残ったフロレスタンは、ベロニックに、私は、貴女が好きだ。今夜結婚する相手が、貴女のようだといいのだがと答え出す。そして、二人で、甘い、ワルツ、押して押して、ブランコをとなる。そこへ、セラファンとデュニーズの花嫁花婿が現れる。コックナールは、セラファンに、そちらの祝宴のオーケストラを一緒に使わせてほしい。 そうしてもらえれば、こちらはシャンパンをご馳走しようという提案をする。セラファンがこれを了承すると、二つのパーティーが合同となる。アガットは上機嫌で、ロンド、リゼットは、狼が怖いを歌う。セラファンは、エルムランスが変装しているのに気づいて驚くが、エルムランスは、セラファンに黙っている、よう命令する。ルストーは次のクプレの後で、 ダンスの相手にキスすることにしようと提案する。曲が終わると、ルストーは、アガットに、コックのあるは、エステルにおのおの接吻をするが、エレーヌは、フロレスタンの抱擁を拒絶する。セラファンは仮装しているエレーヌをも見抜いて、何か隠しているのではといぶかしがる。フロレスタンは6時までに、チュイルリー宮殿に行かねばならず、5時に出発する予定であったが、ベロニックの美しさに魅了され、 8時まで延長すると宣言して馬車を返してしまう。それからベロニックにクプレ、私の可愛いいグリセットを歌い、彼女に夢中になっており愛しているのだと告白する。彼が立ち去るとエレーヌは彼の愛を確信して喜びに浸るが、彼女は6時までにパリに戻らなければならないのだが馬車がない。彼女は花嫁のドゥニーズに3倍の持参金を与え、 花嫁のベールと馬車を借りることにする。そうとは知らない。セラファンは花嫁だと思い込み馬車を走らせる。フロレスタンが戻ってくると、デュニーズがそっと一通の手紙を渡す。そこには、さようなら、私は立ち去ります。でもあなたは今夜一緒になる若奥様と幸せになる、ことでしょう。ベロニックとしたためてあった。フロレスタンはそれを読むと、愛のない結婚をするより、 牢獄に行くと叫ぶトルストーに逮捕されるのだった。トゥールーズ上演時のセットエルムランスが今夜の仮装パーティーはとても楽しかったと回想していると社交界にデビューする若い霊場たちがし、し、静かにしましょうとがしをしつつ静かに前を通り抜けていく。エルムランスが思い出のロマンスお店からお嬢様がとううとエレーヌが現れて 髪型も衣装も良いかしらと聞く。クプレ、おばさま、ご覧になって歌う。彼女はくじになろうというのに、フロレスタンが現れないので気が気ではない。エレーヌはセラファンを呼びつける。セラファンは馬車の中でデュニーズの足だと思ってさすったら、エレーヌに平手打ちを食らわされ、一体何が起こったのかと同点している。エレーヌは彼を慰め、もうじきデュニーズにも会えるはずだという。 それよりも、フロレスタンの姿が見えたらすぐに知らせるように命じると、集まってきた、招待客の中に紛れていく。今夜の客の中には、コックナール夫妻の顔も見え、アガットとコックナールは、楽しげに、二重章、チュイルリーに手を歌う。そこに、エレーヌとエルムランスも現れる。四人は思いがけない出会いに、ヨエー、王、空ヨとなる。ここでエレーヌは本名を明かし、 フロレスタンを待っているのだという。アガットは彼なら、ベロニックの手紙を読んで、自ら牢獄に行ったいよと教えてやる。エレーヌはおばに2万フラン用意するから、すぐに牢獄から出してやってと頼む。そこに、ルストーが現れて、親ベロニックではないかと驚く。エレーヌは、私は、霊場ソランジュです。あなたは、私の婚約者を投獄したのですねと怒る。 ルストーは、実は牢獄には、入れておらず、この宮殿の下まで連れてきたところですと報告する。エレーヌは財布を渡し、これで死者を解放するようにと頼む。ルストーが立ち去り、エレーヌも満足して姿を消すと、フロレスタンがやってくる。彼は、霊場ソランジュが金を払ってしまうなんて、失礼な話だと怒る。すると、アガットがやってきて、あのベロニックとエレーヌは、 同一人物なのよと教え、クプレ、ああ。田舎から来たと言ってもを歌う。アガットは、かつての愛人をベロニックことエレーヌに、取り持ってやったのだ。しかし、フロレスタンはエレーヌにからかわれたと思い込み、復讐をくあがてる。そして、エレーヌが現れても、それが、ベロニックだとは気づかないふりをする。彼はエレーヌに私は、ベロニックを愛しているから、貴女とは結婚できない。 ベロニックとの夢は儚くも過ぎ去った。おじにエレーヌとの結婚を断る手紙を書くといい、その場で手紙を書き始める。ショックでエレーヌは泣き出してしまう。それを見たフロレスタンはもうこれ以上いじめることはできないといい、その手紙を彼女に渡す。彼女が手紙を開けてみると、それは結婚を承諾する胸の手紙であった。二人は喜び抱き合い、皆の祝福を受けて、 フィナーレとなる。ありがとうございます。